どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、まだお人形さんでやらせてもらったんですけど、もう前髪さえあれば誰でも簡単にできるシースルーバングの作り方をご紹介します。で、結構この辺とかもボリュームが出てて、まあ自然にシースルーになってて、分け目とかもちょっとボケてるような感じになってます。本当に結構シンプルにできるアレンジになってますので、この夏シースルーバングちょっとやってみたい方、よかったらこの方法で前髪さえあれば全然できるのでやってみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあまずリレイのバーブをつけていきます。表面の部分とか毛羽立ちが出にくいようにしっかりとつけていきます。次に分け目を取っていきます。串で、まあ今回ちょっと横分けでやっていきます。まあこの辺りぐらいで、でもし余裕があればここちょっとピッとまっすぐなるよりは少しジグザグにこう分け目がなっている方が自然かなと思うので、ちょっと余裕があればこうジグザグにするようにしてください。で次に前髪の下ろす量を決めます。まあだいたいお好みでどのぐらい下ろすか自分で決めていただいて、まあシースルーなんでちょっと隙間が出るぐらいで大丈夫かなと思うので、まあ、結構薄めにされる方が多いかなと思うので、このぐらい透け感が出るぐらいまで分け取っていきます。で分け取ってきた時に少しこの長い髪の毛ですね、この多分横の髪の毛なんですけど、これがあるとベストなの でこの下にちょっと前髪が少し隠れてますね。これと一緒にまとめていきます。で次にこの髪の毛をねじっていくんですけど、上向きにねじると少しこのライン分け目が結構出てきてしまうので、なるべくこう内にやってあげると少しこうボケてきてくれるので、ちょっと内に巻くように、巻くというかこうねじるようにしてもらってバランスを整えていきます。でこうちょっとねじった後にここのボリューム感少し欲しいので、この櫛のテールで若干根元をこう起こすというかボリューム感を出すようにやってみてください。あんまり出しすぎるとバランスがおかしくなるので、少し山になるぐらいで大丈夫かなと思います。でねじった髪の毛を、まあ、ちょっとここら辺を少し分け目をつけて、まあ、この髪の毛とこの髪の毛の間に、まあ、大体でいいので入れるようにしてください。でその次にピンをつけていきます。このねじった髪の毛と根元の髪の毛を一緒に留めていきます。結構難しかったらもう本当に 1,2 本ぐらい使ってもらって、しっかりと留まるように留めてもらえれば大丈夫かなと思います。でちょっとピンが見え出てもこの髪の毛でどっちにしろ隠すので全然大丈夫なんで、まあ、止まるようにこうここの髪の毛と根元を一緒に止めるような感じにしてもらえれば綺麗に隠れてくれるので大丈夫かなと思います。でその次にアイロン、ストレートアイロンですね。で毛束を前髪を少し取って軽くだけカールをつけていきます。でまた最後にバームを少しだけ毛束を作るような感じに少しずつつけてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。横の髪の毛は結構もうピンで隠れてる感じになってて、
で、まあ、こっちの分け目とかも、まあ、ジグザグに取ってるのでそんなに目立ちにくいかなと思いますので、簡単にできるシースルーバング、よかったら参考にしてみてください。